ありがとうございました。よし、今日の営業時間は終わりだ。神の調理の神髄を見せてやる。ダンジョンフルーツをよく刻み、秘密の素材と愛情をジャガマルくんの種に融合。そして一気にカラッと揚げる。待ってろよ、ウィーネくん。君に神から最高のプレゼントをあげるぜ。仲良くなるには美味しいもので釣る。ご飯。一緒に食べるのが一番だからね。そろそろだ。3、2、1。じー、今だ。決まった。これはまさに神の領域に達したジャガマルくん。おお、ダンジョンの幸をふんだんに盛り込んだ特製のってなんだよバレンナギガシ君。今日はもう閉店。僕は急いで帰らなきゃいけないんだ。それ新商品ですか？え、あー、そんな感じかな。じゃあ今ある分全部買います。うわっ、ダメだよ。これは、予約されてるんだ。それに材料は全部使っちゃったし。お金ならいくらでも出します。なんでそんなに必死なんだ。感じるんです、そのジャガマル君は別格。初めて改装主と対峙した時と同じ緊張感。ジャガマル君を改装主扱いするなよ。え？歴史に名を残すであろうジャガマル君に金額はつけられない。ヘスティア様が望むなら万でも億でも借金してでもお金を出す覚悟。この子、ジャガマル君のこととなると見境ないっていうか、なんていうか微妙にキャラ崩壊してるぜ。ああもうダメなものはダメ。僕は帰るから。じゃあね。待って、ヘスティア様、お願いします。それは絶対美味しい、私にはわかる。だから、くー、嬉しいこと言ってくれるけど、僕の足じゃバレンナギガシは振り切れない。このままついてこられたらウィーネ君の存在が明るみに出てしまうかも。そうだバレンナギガシ君、ついてきたまえ。僕の試作品を超えるジャガマル君を、いや、ジャガマル創生神のところへお連れしよう。本当ですか？エスティア。タケこそ、ジャガマル君を神の領域に押し上げた第一人者。タケの作った試作品にはさすがの僕もかなわなかったんだ。知らなかった。何？ヘスティア様が認めた新商品、ください。ちょ、いいから、バレンナギガシ君に適当な新商品作ってあげておくれ。じゃあお願いします、タケミカズチ様。いえ、ジャガマル創生神様。エスティア。普通でした。やっぱりヘスティア様のところに。
ベルフ様、ゼノスの皆様にお渡しするアイテムをまとめておきました。あれ、ベルフ様。お、助かった。うわ、そんなところにいたんですか。お前の周りをぐるぐる回ってみたんだが、これなら本当に大丈夫そうだ。もう驚かさないでくださいよ。さっきベル様たちと効果は確認したじゃないですか。悪い悪い。よし、あいつらに渡す道具も抜かりないな。当然です。ロキファミリアと戦いながらゼノスをダンジョンに逃がすんです。準備不徹底は許されません。ああ、そうだな。どうなされたんですか？神妙な顔なんかされて。いや、このファミリアに入ってからずっととんでもないことが起きてるとふと思っちまった。ええ、アポロンファミリアとのウォーゲームにイシュタルファミリアとの衝突。正直なところこんな過激なことばかりになるとは思ってもいませんでした。ああ、違いない。とんでもないコンバージョン先だったか？とんでもありません。普通ではないのは確かですが、ベル様がいるから、今のリリがあるんです。どんなことが待っていても、リリはベル様を支えますから。そうです。あの方が、たとえ世界から罪人の烙印を押されたとしても、リリは、ずっとそばにいると心に決めています。ああ、そうだな。あんな奴だから俺たちも放っておけないんだ。貧乏くじを引いたか？そんなことを思ってるならヘファイストス様に泣きつけばいいんじゃないですか。バカするもんか、そんなこと。俺が選んだ選択だ。何が起こっても後悔なんてしない。誰の指図でもない、俺が決めたんだ。それにベルの願いってやつは叶えてやりたくなる。俺たちがためらう願いをあいつは平気で望むからな。はい、ただのお人よしも、あそこまで行くと誰よりもすごい人なんじゃないかってそう思ってしまいます。本当は分かってるんです。ベル様はいつも正しくあろうと何かと戦ってる。それは決して間違いなんかじゃないって。正しくあろうとするか。あ、はい。ベルフ・クロットさんの防具ってもう売られてないんですか？お前は魔剣を欲しがらないんだな。まだ会って数日だし、信頼丸ごと預けろとは言わない。でも、リリスケみたいに、俺のことも仲間っぽく呼んでくれよ。わかった、ベルフ。いや、違うな。そんな交渉の話じゃない。ん？どういうことですか？ベルが初めてだと思ったんだ。魔剣鍛冶師じゃなく俺という鍛冶師を求めてくれたのは。ジジイどもが俺に土をくれた。ヘファイストス様が俺に炎をくれた。でもきっと誰かの鍛冶師になりたいって思わせてくれたのはベルなんだ。ベルフ様。だからあいつが道を開くことのできる武器を打ちたい。俺も隣に立って一緒に戦いたい。鍛冶師として、そして友として。ベルフ様は普段は兄貴分を気取っているくせに、こういう時は男臭くて恥ずかしいことを言うんですから。バカ、こういう時じゃないと恥ずかしいことなんか一生言えないだろ。聞かされる身にもなってください。うわー、熱い熱い。それでは、そ
ろそろ。ああ、行くぞ。大一番の勝負だ。祖父の顔、おじいちゃんの顔を見たくなった。両親のいなかった僕の名実ともに育ての親、顔をいつもくしゃくしゃにして笑っていて、可愛い女の子を助けて仲良くなりたいよなとか、美女美少女はべらすのはロマンだよなとか、あ、でもヤンデレだけは勘弁なとか、たまによくわからないことを言っていたけど、とにかく愉快な人だった。祖父はまるで自分の目で見てきたかのように英雄たちの逸話を知っていて、よく僕に聞かせてくれた。誕生日にくれる絵本が祖父の直筆だったことを知ったのは、あの人が亡くなってから随分後のことだ。いいかベル、何度でも言うぞ、他人に意志を委ねるな。あの人の言葉を覚えている。誰の指図でもない、自分で決めろ。お前はお前がしたいことをしろ。あの人の眼差しを覚えている。これはお前の道だ。お前が紡ぐ、お前だけの物語だ。あの人の浮かべた笑みを決して忘れない。おじいちゃん。ずっと夢を見ていた。たった一人の人間と戦う。僕は勝ちたい。血と肉が飛ぶ殺し合いの中で、確かに意志を交わした最強のライバル、自分をこうも駆り立てる存在がいる。あの夢の住人と会うために、今自分はここに立っている。この人に勝ちたい。ベル、どうか再戦を。この人に勝って英雄になりたい。もう誰にも負けないように、誰も失わないように、ビーベとの約束を守るために。誰の指図でもない、僕の意志で、僕だけの物語を。僕は英雄になりたい。